サウンドジュリアです。今日はですね、当店の、オリジナル商品ドライカーボンターンテーブルシートを使ったアンティスケーティングの調整法をちょっとお見せしたいと思います。こちらは積層ドライカーボンで、厚みは4ミリですね。今こちらのプレイヤーの純正のフェルト製のシートをちょっと外しまして、ドライカーボンのターンテーブルシートに交換します。正しい方向はこのように置くんですけれど、ちょっと裏側にしていただきまして、全面ツヤありのツルツル面ということでセットします。それでアンチスケーティングをだいたいカートリッジの適正振圧に合わせていただいて、このカートリッジですと 1.25 ですから、だいたい 1g ぐらいに合わせていただいて、ターンテーブルを回転させて、これで針を下ろせば、まあ、動かないという感じで、これで、外周動きませんね、と内周あたりでほぼ動かなければこれで OK です。ここでアンチスケーティングが緩いと中に引き込まれますし、深いと外に引っ張ってしまうので、例えば 1g のところを2g、3g とかけると当然引っ張りますので、こう出てしまいますね。逆に弱くかけると中に引き込まれますので、こう滑らせながら調整してもいいかもしれませんが、だいたい適正振圧ぐらいでピタッと止まるところがありますので、これで調整していただければ大丈夫だと思います。止まってますね。これで調整が OK ということです。で、こちらのシートを、まあ、適正方向でやったときに、ここのレーベルざくり面はザラザラしておりますので、もし針が内周に引き込まれたときに一回ゴトンと落ちてゴリゴリしますので、裏面でやられた方が、安全かなっていう感じに思いますので、こちらのシートをお買い上げいただいたお客様はぜひ実験されると簡単にアンチスケーティングの調整ができます。今日は以上です。